みゆきのふしぎちゃん、こんばんは。昨日初参加して今日はレギュラー出演ということでよろしくお願いします。お願いします。そしてこのコンビは知り合ってから間もなくて、でもとっても息がぴったりです。本当に全く不慣れな2人ですけれども、あのちょっと変だなと思っても笑って楽しんでください。了解です。で、温かく見守ってください。で、昨日あのちょっと自己紹介をしましたけど、今日またね初めての方もいると思いますので簡単に自己紹介をさせていただきます。私はあの牧之原市から来ました。耳つぼダイエットでエミナルというあの耳つぼダイエットをやっております、後藤美由紀と申します。牧之原と藤枝の方で、サロンの方をやっております。よろしくお願いいたします。では吉見さん、よろしくお願いします。お願いします吉野と言います。藤枝市に生まれて、蓮華寺の近くでの蓮生寺さんというお寺さんと、交流センターなのでヨガの教室を3つ4つ持って、お伝えしています。よかったら、気軽に参加してください。はい。で、昨日も少しイベントのお話をさせていただいたんですけれども、今週イベントということでもう一度あのイベントの告知をさせてください。これ、ね、1月の28日に吉田の北オアシスパークで、あの4出店なんですけれども健康フェアといってイベントの方をします。じゃあ吉野さんお願いします。4つの健康ブースが出るんですけど、まずカイロプラクティックといって骨盤や、背骨の歪みなどを調整してくれるマルシェがお店が一つと、足裏の英国式リフレクソロジーといって足の裏を見るだけでその人の体の調子が分かります。で、それをよりよく生活を送れるために足の裏を調整してくれます。で、あと、ヨガと、耳つぼで4つのブースで健康マルシェをやっていきます。よろしくお願いします。で、今日は、ここに、ヨガの先生と、耳つぼダイエット私で、そのイベントの時にどんな感じでやるのかなっていうのは実体験をちょっと2人でやってみたいと思います。まずは耳つぼダイエットの方をちょっと体験してもらいます。ちょっと支度するのに時間がかかるのでごめんなさいね。耳つぼっていうのは、金の粒でこんな感じの粒を耳に貼ります。痛くも痒くも全くないので、これをちょっと貼りながら、どんな感じで変わるのか。耳つぼで今日はフェイスラインなんですけれども、ちょっとフェイスラインを上げてあげたいと思いますので、ちょっとこれ貼ってみたいと思います。で、最初に皆さんちょっと先生のお顔を見てもらって、どんな風に変わるかなっていうのをちょっと見てください。で、ちょっとまだあんまり見ないで、あはははなんでやねん。ちょっと実際にやるようにちょっとマスクまでちょっとしちゃいます。楽しみです。はい。で、一応こんな感じでガーゼでアルコールでちょっと耳の方をね拭かせてもらって、で、なんで拭くかって言って、やっぱちょっとすぐに油がね出てるので、そのまま貼っちゃうと取れやすくなるので、取れにくいようにちょっとこれでね消毒をさせてもらいます。こんな感じで、はい、じゃあ最初は私の口角がどんな感じかチェックして、はい、見てください。で、耳つぼっていうのは
ここのところの顔のここの部分とここがちょっとリフトアップ、だんだん女性ってほうれい線ってこうやってたるんできちゃうので、ここをちょっと上げてあげたいんですよね。でここのところもちょっと上がるっていうのをちょっと見てもらって、耳つぼしたらどっか出かけなきゃですね。そうですね耳つぼを貼ってもらったらちょっとあのデートとかね、あのちょっとお出かけしてもらうといいですね。多くの人に会わないといけないですね。はい、まあ、そういった目的であの最初に貼ってもらう、なんか今日は大切な日だからっていうことでちょっと貼ってもらったりとか、そうやっていただくとすごくあの耳つぼいいのかなと思います。で誰でもあの皮膚が荒れないように、アレルギーの人がいてもアレルギー用の粒もありますし、こういったあのシールなんですけれども、こういったものも荒れないようになってますので。今日は吉野さんはアレルギーはありますか？ないんです。あ、じゃあいいです。金の方でお願いします、はい、じゃあ金の方で、ね、こんな感じで金の粒あるんですけど、こういったのを昔は針でなんか耳つぼっていうのあったみたいですね。何十年前ですけれどもね、今はこんな感じで金の粒をやるだけなので何も痛くないし怖くないし、ちょっと私もちょっと顔見て、全然痛くないです、うん、ないですけど、私前一回受けたことあるんですけど、次の日からこのシールが貼ってると上に上がって引っ張られてるような感覚があります。すぐにこうなんか突っ張る感じね、吊り上がってる感じ、うん、もうここのとこ上がったの分かりませんか？ここ。ごめんなさい。違うね。違うでしょ。やった。すごい。うん、いやいいんですよ。どうぞ。男性でも全然。こうちょっとここのところのここを見てもらうと、ここにちょっと筋がスーッと入った感じの見えないなんか線っていうのがちょっとこうねへこむ感じで分かると。でここを見てもらうとここ上がってるのかな。ね。すごい。やった。これをやってこれ、ね、どれくらいつけておくんですか？これは3日から4日なんですよね、効果がね。でももうここの場所を覚えてもらえれば、ちょっとここ押さえてもらうだけでも気分的にも違うし、痛くも痒くもないし、ね、痛いですか？全然痛くないです。あ、すごい、うん、少しこう耳が後ろに行くというか上に行く感じがありますので、ぜひ。でまずは今からもう一個、今度は目のところなんですけど、もっと目がパッチリするので、あ、本当、はい、こんな感じで。私こっち目小さいです、左目。あ、ちょうどいいです。どっか出かけなきゃで痛くないですか？痛くないです。痛くない、全然ないです。じゃあちょっと実際にちょっと自分の顔見てもらっていいですか？はい、はい、で私もちょっと見てみたいんで、ちょっとこっち見てもらって。上がってる。すごい、すごいね、めちゃくちゃ上がってる。いや、こっちも上げてもらいたいです。でもちょっと待ってくださいもうちょっとしてから上げますので、今日は番組がこれが終わるちょっと前に上げたいと思います。今日は今ちょっとだとこのままで言ってもらえればで、はい、ちょっと上がってるでしょ、うん、すごいでしょ、うん、すごいね。で耳つぼの、ね、金の粒って本当ただのこの粒なんですけど、すごいあのつぼがはまるとすごいんですよ。うちのバンドメンバー紹介しねえとぜひでちょっとこのままにしといて、はい、じゃあお願いします。でこの次は今、ヨガの、先生がこの次イベントやってくれますので、そのイベントの様子ちょっとやってみたいと思います。はい、ここ今座ってるので胸の呼吸をしていきたいと思います。この肋骨の中に
呼吸を入れるので、まず吸って少しラジオ体操でやったように横に吸って、鎧というか肋骨の中に呼吸を入れて、で吐いて少し下で、できたら口を閉じてお鼻で呼吸していただけると、で吸って、吐いていきます。皆様ご協力ありがとうございます。では吸って少し上の方を向く感じで、吐いて下でいきます。では今度右手を上げていきます。では大きく吸って、吐きながら少し横に倒れて脇腹の肉を伸ばしていく。これずっと吸ってればいいんですか？あ、すいません、吸って止めないでください。吸って吐いてを繰り返します。では大きく吸って吐きます。では吸って上の方に行って、そうです、吐いて少し、この手はそのままで呼吸して動かしていきます。ではゆっくり手を下ろします。では吸う気で左手を上げて、吐いて横に倒して脇腹伸ばします。はい、すぐ吸います。では吐いて吸って、少し上、吐いて下に行きます。ではそのまま手を戻します。ちょっと身長高くなった感じ、あ、なんか背筋、ここが上が上がるの、うん、この年を取ると少しこう小さくなってしまうけど、この上が上がると背骨も伸びて、骨盤もしっかりいい位置に行くかと思います。ヨガはあのできれば口ではしなくて鼻呼吸なんで、いつも口が開いているといらない菌が入ってきますので、できれば鼻呼吸でやってみてください。どうですかね、みゆきさん。あ、すごい気持ちよかった。なんか普段体って動かさない部分って多いじゃないですか、うん、今日はここの部分ってあんまりこう手を挙げてなんかってすることないので、うん、ここの部分がちょっと伸びた感じですごい気持ちいいです。あ、じゃあ何よりです。でこんな簡単な感じで吉田の方で、初心者体験を、70分500円でやるので、よかったら来てください。すごい、そんなに安くやってくれるんですか？そうなんです。皆さんにあの多くの人にあのヨガを体験してもらって、ヨガ人口が増えてみんな幸せになればいいかなと思います。ありがとうございました。いえいえ、じゃあこっち上がったですかね。ね、お姉さんどうですか？ちょっと時間経ちましたが、ね、うん、さっきちょっと呼吸したので、うん、あのまた上がったかもしれない。困ったね。こんな上がっちゃって上がっちゃってで、あれですかね。じゃあそうですね、あとヨガの いいですか？いいです。じゃあまだちょっと番組がまだ続きますので、このままの状態でちょっと吉見先生の方はいてもらいます。はい、で、じゃあ私あのダイエットをした経験者なんですね。なのでちょっとダイエット経験を私の方がちょっと話してみたいと思います。はい、よろしくお願いします。で私は、この耳つぼ送信やり始めたのが、2年半前からなんですけれども、ダイエットをやったのは半年ぐらいでダイエットをやったんですが、本当に産後太りで、すごく太ってしまって13キロぐらい太っちゃって、でそれで半年間ダイエットをやって16キロ痩せたんですよね。で16キロ痩せた時って本当に体が楽になって、でしかもこの耳つぼダイエットっていうのは何がいいかっていうのは運動しなくていいんですよね。で本当に全く運動しないで痩せたんですね。で運動しないで、あと3食食べる。で3食はなんかみんな今糖質カットダイエットとか、まあ、何時間ちょっと空いてダイエットとかあると思うんですけれども、この耳つぼダイエットっていうのは本当に健康的なダイエットなので3食必ず食べるんだよね、うん、で3食しっかり食べて、それで運動しなくて、それで痩せられるっていうことで、すごく簡単なダイエットだと私は思っています。本当に
1ヶ月ぐらいでもう皆さん、4、5キロ痩せる人もいるし、もう3ヶ月で10キロぐらい痩せる人っていうのは本当にもうザラなんですよね。で私の場合はちょっと最初の3ヶ月ぐらいはちょっと痩せるのが遅かったんですけれども、それでも7キロ、それから半年で一気に16キロで、そこをなんで一気にそうなったかっていうのはやっぱ基礎代謝がすごく悪かったんですけれども、その基礎代謝が上がったっていうことで、それですごくスルスル痩せることができたんですよね。でそれで本当にダイエットをした後っていうのはリバウンドとか心配じゃないかってすごく心配したんですけれども、でも全然今もう3年ぐらい経つんですけれども何もリバウンドしてないし、もう普通にもう食べてるし、運動もまあちょっとしてないので、まあ、ヨガの先生がこれからねちょっと運動というかヨガやろうかなと思ってるぐらいで、でもやっぱり耳つぼダイエットっていうのはすごく短期間で痩せるわけなんですけれども、その後に 大切なものっていうのはやっぱり筋肉をつけたりとか、痩せたところに筋肉をつけてやっぱり体幹トレーニングっていうのがすごく大切になるので、そこで私はこのヨガの先生、ヨガチャクラの先生と出会った時にダイエット終わった方にぜひヨガをちょっと体験してもらって、続けてもらって、もう本当に綺麗な、ね、筋肉をつけたような体に、やっぱ筋肉が落ちてきちゃうとだんだん、ね、年齢がとともに年を取ると衰えてきてしまうので、足の筋肉をしっかりつけてもらって健康な体をさらに健康にしてもらうっていうのが、やっぱり耳つぼダイエットのいいところだと思いますので、うん、ちょっとやってね、ヨガの先生にこれから指導してもらえればいいかなと思ってます。ぜひ来てください、はい、よろしくお願いします。私もヨガで、ヨガ歴が十何年ぐらいなんですけど、耳つぼさんみたいに急激には痩せないんですけど、考えてみると 4,5 キロぐらい痩せたんですよね。年は取ったんですけど痩せて、しなやかなヨガはしなやかな筋肉がつくので、姿勢維持とかそういうのによくて、あと筋肉がつくので、筋肉って重いので体重ではすごい変化しないんですけど、体つきが変わって筋肉がつくので、姿勢がいいので効率よく血流を回せる体にはなりますね。でも普通の運動だと昨日も言ったんだけど、ちょっと疲れてしまうんですよね、この年代になってしまうと。でもヨガはあんまり疲れが出なくて気持ちよくなるので、あとのヨガの後の、家のこととかお仕事とかそういうのに前疲れが出ないので前向きにできるようになるので、私も何年か十数年続けてこれたのかなと思います。で皆さんもなんかどこか痛いとか、腰痛とか、肩が痛いとかそういうのがあると思うので、ヨガをでちょっと柔らかくないから参加したくないなって思うかもしれない、私は硬いから嫌かなと思うかもしれないけど、やってみると結構もう1回目からこんな簡単で気持ちよくなれるとは思わなかったって声も多いので、ぜひ多くの人参加していただいて、もし痛くなっちゃったとしても足もみの方とか耳つぼの方とか背骨のカイロプラクティックの方とかいらっしゃるので、そちらの方に助けてもらってもいいので、ぜひ来ていただければなと。私も本当にヨガ体験させてもらってすごい気持ちよかったんで、あ、本当ですか、はい、もうじゃあよかったです、ね、やっぱりなんだろう、いつも使ってない筋肉と、まあ、筋肉がなんか締まる感じですよね。そうですね、締まっていきますね、筋肉がつくとこうプリッとした感じで、たるみがなくなって、筋肉に張りがついてきますので、本当に気持ちいい体にはなって、前向きにはなっていくと思います、ね、はい、じゃあちょっと反対側をやってみましょうか。あ、ね、時間が来ましたからね、うん、はい、お願いします、はい、ではお願いします。このマスクした方がしてみる、はい、じゃあよろしくお願いします、はい、で今こんな感じで左が上がってるんですけど、
あ、本当にそうですね。ね、すごい。なんか時間が経つにつれてすごい違いが出てくる、ね。とね、ここがすごいですよね。ね、全然違うよね。うん、なんかこう毛が。うん、上にって毛が上に、うん、頭が上にだ、すごい、うん、そういう感じ。 やりたてよりもすごい違いが。で、あの、ね、お客様で言われるのが、次の日にあのもっと分かりやすいので、旦那さんがお前ちょっとなんか今日すごいここ上がってないとかって言われたらしくて、すごいっつって、その方は本当に耳のフェイスラインだけ来るんですよ。そこだけ貼りに来るっていう、もう本当にやっぱり分かるから。全然本番前にちょっと開けてください。ああ、やりましょうか。そうしましょう。はい、じゃあちょっとやってみます。本当引っ張られる感じがすごいありますので、うんうん、こっちもなんか上げてもらいたくなっちゃいます、ね、じゃあちょっといいですか、後ろになっちゃっていいですか。いいです、いいですよ。はい、ちょっとごめんなさい、これ取り忘れちゃったっけ。いいよ、もうこれだったら耳見えやすいからね。どうです、痛い？全然痛くないです。気持ちいいですね。痛みはゼロですね。ちょっと見てもらうと、ここのところがちょっと上がってるのがここがね、上がったの分かります？バランス取れてきた、ね、取れてきた、取れてきた。あー、上がってるね。すごいすごい、うん、明日お出かけしなきゃ。はい、できました。はい、あ、どうですかね。あ、上がってますね。上がった上がった。ありがとうございます。はい、上げてもらって、はい、なんとなく落ち着きました。両方で、ね、やっぱ片方ばっか上がっちゃうので、ね、あ、本当だ、上がってる。こっちはちょっと上がりすぎちゃったね、うん、時間が経つとまた上がってくると思いますので、ね、すごいわかる。わかる、びっくりした。あ、すごい、整形したみたいになっちゃったね。整形しちゃったね。ということで、耳つぼダイエットっていうのは、つぼを押さえてすごくあのこんな力があるっていうのが皆さんに分かっていただいたかと思うんですけれども、そういったことはやっぱりダイエットで、やっぱりあの食欲の落としてくれたりとか、食欲がねあるのがちょっと抑えられたりとかするのが耳つぼの粒でね、抑えられますのでね。はい、リフトアップとは違うとこなんですよね。そうです、もう全然もう耳つぼのダイエットのツボは、ツボはまた違うところになりますので、ストレスのツボとかもありますし、ホルモンのツボにも貼ってきます。今日は本当にリフトアップなので全くダイエットとは違うところ。でも体験の時には即効性がありますので、ちょっと分かってもらうために体験だけをこの次はあのさせていただきます。はい、1000円でね。はい、じゃあ、もう一度告知の方させてもらいましょうかね。あ、はい、はい、じゃあ吉田の北オアシスパークで1月の28日に、イベントがありますので、ぜひ皆様、お時間があれば来てください。
10時から15時で駐車場も50台ぐらい完備しているので、駐車場からすぐのところで、近くに公園とかもありますのでお子様連れの方もぜひ参加していただければ、きっと安く提供しているので、楽しい休日になるかと思います、ではお待ちしております。お待ちしてます。次、来週は、来週の予告は、痩せた体の筋肉について深掘りとかしていこうかなと思ってますので、よかったら見てきてください。見てください、はい。では、いいですかね、次の番組今日言ってくれる、読んでください。アンゲートン、アンゲートンスさんです。ありがとうございます。すいません。ありがとうございました。